立山つり具です。Thank you.
MX の R シリーズで、今後出てくるであろう55、まあ、どっちもどっちですよね。うん、より激しい動きをするときは R を選んで、ストレートリトリーブとかね、素直に泳がせたいときは従来のモデルでいいんじゃないかなみたいな、まあ、違いそんな感じですよね。まあ、シャッティング X シリーズ、まあ、元々は X の55があって62があって、でこの62も実は、まあ、限定モデルかもしれないですけど、これサイレントってのあるんですよ。サイレント、このシャッティング X の62は16分の3オンスでサスペンドなんですかね。でサイレントモデル、サイレントモデルは何が違うかっていうと、どうやって見ればいいかな、背中のこの重心移動ですね、背中の重心移動とお腹の固定バランサー重り両方とも固定されているのがサイレントモデルです。この移動する背中側の移動する重りが頭のすぐ後ろに固定されていて、お腹も固定されている、重りが全部固定されていることによって音が出ない、それがサイレントモデルですね。これですね、うん、音に敏感な時なんかサイレント、まあ、初めにサイレント投げといて、その次にいきなりジャカジャカ音がするものっていう順番でもいいでしょうし、まあ、とにかくね、シャッティング X の62に関してはノーマルモデルとサイレントモデル、サイレントモデルに関してはうち在庫ほとんどもうなくなってきましたね。サイレントモデルってのがあります。でシャッティング X の R62 に関してもサイレントモデル出るかどうか分かんないですね。重りの移動が肝になってますんで、お腹も移動する、これですね、 見えますかね、背中も移動するしお腹も移動する、こんな感じですね。まあ、それとサイズアップバージョンでシャッティング X の7号っていうのがあります。7号っていうのはフローティングモデルとサスペンドモデルっていうのが実はあります。でこの見分け方としては、針の色、針が違うんですね。こっちの黒い従来のメガバスがよく使っているポップ X とか MAX とか、このラウンドタイプのこのブラックの針、これはフローティングです。でこのシルバーの針が標準搭載されているものは、サスペンドモデル X7、 シャッティング X7 号のサスペンドモデルですね。針の色がねシルバーなんですよね。でなおかつこのルアーに関してはネオンコアが入ってるんですね。ですんでサスペンドですから、泳がせてきてパッパッてやって止める、止めた時にまだブルブルブルって動いた時に、このネオンコアが水中でいい感じに効果あるんじゃないですか。これいいですよね。ルアーの表面じゃなくてボディの中で光るネオンコア、ネオンコアが設定されているのは確かシャッティング X の7号のサスペンドモデルだけだったはずですね。はい、まあ、他にはね、昔ながらのメガバス知ってる人はこれライブ X シリーズ、ライブ X マーゲ、これはタングステンですけど、これテネシーシャットじゃないですかね、 GG テネシーシャット、でしかもこれライブ X マーゲですね、 T じゃない方、タングステンじゃないやつ、2000年って書いてありますね、2000年、もう二十何年前のルアーですね。それでもこれ全然釣れますよね、ライブ X マーゲ。でこっちは、あ、これ2002年のマーゲーかっこ T って書いてありますね、 T マーゲータングステンですね。バランサーの一部がタングステンになった、ちょっとゴトゴトに変わったマーゲータングステン、はい、この辺なんかもシャッティング X と似たようなルアーシャットになるんじゃないですかね。あとマーゲーはねステップキャットっていうのもありますね、うん、リップがちょっとちっちゃくなって背びれとかついてこう水を攪拌しやすい、それでもまあ猫のごとくピョンピョンピョンとこう飛び跳ねるトリッキーなアクションが得意なルアーでしたね。はい、シャッティング X、 今回は R62、 これですね、はい、これが入荷してまいりました。どうでしょうか。まあ、あと使う竿ですね。シャッティング X のこの62に関しては16分の3オンスっていうことですから、ベイトタックルだと結構ベイトフィネスの領域になってくるんじゃないですかね。例えばこのフェーズ5だったら、これは何でしたっけ、クリフハンガースリリングですね。フェーズ5ですから F2 の 60X クリフハンガースリリングとか、これはアームズでいうと A の 6503X ですから、これは
アームズアイがですね、この辺の3の差を、F3 の差を、これは F2 の差を、まあ、いずれにしてもベイトフィネスチューンしているようなベイトリールじゃないとちょっと厳しいんじゃないですかね。まあ、素直にスピニングって手もありますね。このスピニングは何ですか？これ F3 のアームズですね。ジンフィーズってやつ。僕はこれかな、これでいくかな、テストは。うん、まあ、ベイトフィネスでもいいんですけどね、やり取りがねしやすいですからね、ベイトの方がね。はい、まあ、以上シャッティング XR62 の紹介でした。もう正直ね、シャットって他のメーカーからもバンバン出てるし、メガバスもこれだけ種類があるんで、このルアーじゃなきゃいけないっていうシチュエーションがいまいちよくわかんないですけど、メガバス好きの方はね、まあ、当然シャッティング X しか使えませんから、まあ新しいモデルどうでしょうかね。はい、以上です。